リンコちゃん？へえ、アコの友達っていうから、なんていうか似たようなタイプの子を想像してたけど。リンリンはすっごいんだよ。ネトゲでは無敵なんだから。ゲームの話はアコちゃんあんまり。音楽の話が聞きたいわ。リンコさんと言ったかしら。課題曲はあなたのレベルに合ってた？ユキナさん、私動画とそのたくさん一緒に動画？演奏レベルを確認したいのだけれど、それは難しかったという意味？白金さん、同じクラスだけどこうして話すのは初めてね。ピアノ、有名なコンクールでの受賞歴もあるそうですね。いつも学校では静かなので、こういった場に来るとは思いませんでした。コンクールは小さな頃の話で、私ただただこの人たちと演奏したい、その気持ちだけで私来てしまったけど。宇田川さん、本当に大丈夫なんでしょうね。リンリンはアコの戦友で大大大親友です。だからアコは絶対大丈夫って信じてます。アコちゃん。でもこの子が演奏してるの見たことないんでしょ？なくても信じてます。オーディションはあなたの時と同じで一曲だけよ。それでダメなら帰ってもらう。はい、頑張ります。アコ、頑張るのはあんたじゃないでしょ。はい、私頑張ります。はあ、期待に応えてくれることを祈っているわ。行きますよ、白金さん、いいですか？はい。初めて4人でやった時と、それに雪菜、昔みたいに。やっぱリンリンは無敵だね。楽しい、一人より全然楽しい。もっと弾きたい、私弾きたい。私は問題ないと思いました。ただちなみに湊さんの意見は？なぜこんなこと。何だろう、おかしいわ。え、それってこんなに良かったのにダメってこと？なんでですか？あ、いえ、演奏は問題ないわ。技術も表現力も合格よ。ぜひ加入して。やったー、やっぱりリンリンはすごい、最強だよ。この短い期間でノーミスだったもんね。ありがとう。でも家で動画と一緒に何度も弾いてたから。お、アコが上げた練習動画のこと？あれで練習してたんだ。なるほど、妙に一体感があったとは思いましたが。いいわ、アコ、リンコさん、リさん、あなたたちも含めて一度この5人でライブに出る。ライブ？嘘。やったね。じゃあリンコちゃん。やあリンコ、これからよろしく。ってリンコどうしたの？慌てて。なんか顔色悪いよ。アコ、ちゃんと説明した？
知ったよ、バンドしようって。スタジオでアコたちと一緒にキーボード弾きに来てって。アコ、その説明ちょっと足りないかも。私そこまで考えて。なら、もう帰って。うん。どんなに力があってもやる気のない人間に割く時間はない。他のキーボードを探すだけよ。その気持ち、ライブで見せてもらうわ。